調査。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 起きてくださいよ。調査。起きる時間ですよ。うん。調査。 うん。うん。うん。わかってるよ。少佐って呼ぶなっても、うん、だって、この前見たアニメで僕と同じ人工知能が自分のリーダーのことを少佐って言ってましたよ。あれは、あの人が実際に少佐だからだよ。もう、 他の人の前で僕のこと調査って呼ぶんじゃないぞ。はーい調査は <laughs> 自分の作った AI がまさかアニメに影響を受けまくるタイプになるとはな。はあ。 なあ、スフィア。何でしょう僕がさっきまで見てた夢、録画できてる夢今朝は詳細、夢は見ていませんよ。え本当にはい。寝てる時の脳波もモニターしてますけど、何も見ていませんでしたよ。ぐっすり、すやすやです。おかしいなあ。 すごいはっきり覚えているのにちなみにどんな夢でうん昔一緒に暮らしてた犬がいたって話し,しただろその犬がさ夢に出てきたんだよ僕はそこにはいなくて映像を見てるような感じでさ あいつ、寂しそうな声出してたけど、隣に知らない男の人が来て、あいつの頭を撫でて、寄り添ってくれてた。全然知らない人なんだけど、優しそうな人でさ。なんか、ああ、よかった。一人じゃないんだ。 安心した <laughs> 確かに、少佐は寝起きは機嫌が良くないですけど、今日は穏やかですもんね。うるさいな朝は弱いんだよ。お、今はいつも通りの不機嫌さです。お前はいつも一言多いんだよ。<laughs> けど、 スフィー君のそんなところが、また可愛いんですよ。んったく。<laughs> けど、そうかもな。何か言いましたいや、なんも。起きるのやだなーってぼやいただけ。ああ。 なんか連絡は来てる地球のお母様からメッセージが入っています。<laughs> 今度帰ってくるときは何が食べたい <laughs> だそうです。あ,あ母さんもう帰るのはまだ2ヶ月先だよ。うん、スフィー、メッセージ録音して。かしこまりました。母さん、おはよう。 えっと、母さんのご飯なら何でも嬉しいよ。ありがとう。録音停止、送信しといて。はーい、少佐送信、送信ーう。はあは気がえるか。